はじめまして、吉川社長だ。1982年4月、陸のことを日本のチベットと揶揄されるレベルのど田舎で生まれ育つ。14歳、重度の心臓病を患い死にかける。左心室の筋肉が壊死し、医師からは余命もわずかで、二度と車椅子から起き上がれないと宣告を受ける。15歳、完治しないまま中学卒業と同時に単身アメリカ留学に挑戦。ハイスクールドロップアウトを3度経験。高校時代に取得した単位の数はゼロ。17歳、帰国初日からホームレスになる。ゴミ箱の弁当で食いつなぎ、新聞紙と段ボール生活で半年間の冬を乗り切る。いつの間にか不治の病のはずの心臓病が完治。18歳、飛び級でアメリカの大学に進学。再び退学処分を受けるも別の大学に編入し卒業。22歳、アメリカで就職が決まるが911同時多発テロが発生し帰国。10年近く営業職に携わる。独学で行動心理学、プロファイリング、コールドリーディング、ホットリーディング、NLP、メンタリズム、脳科学などを学び、ほぼ全ての会社で営業日本一の成績を収める。うつ病発症。30歳、数十億円の資金を運用するファンドの設立に携わり、COO に抜擢される。32歳、独立。うつ病がひどくなり、医師の勧めで日光療法を勧められ、カバン一つだけ持ち、沖縄石垣島へ移住。島人から家を借りて、独断で民宿開業、島ガイド、レンタカー事業、マリン事業、星ガイド、観光案内所運営、バー運営など、次々と事業をスタートさせ、各メディアより注目を浴びる。うつ病完治。33歳、すべての財産を友人に譲り、再びカバン一つでカリブ海に移住。現地で通訳、テレビコーディネーター、観光ガイドなどを務める。仲間たちを3人殺害される。それまでに蓄えた財産をすべて失う。34歳、一文なしで帰国。バイトに行くバス代も捻出できず、オンラインの仕事を始める。オンライン商品の営業で世界一の成績を収める。海外でその実績を表彰された時のスピーチがきっかけで、世界中のミリオネアが集う国際的なカンファレンスの司会、ジェフ・ウォーカー、ペン・ジュン、メアリー・バフェット、ロバート・キヨサキなど、世界的な著名人の同時通訳業、セミナー講師の仕事が舞い込むようになる。35歳、日本を代表しグローバルに活躍するスーパースターをプロデュースするためと、夢は必ず叶うし、不可能は存在しないと証明するために、若者育成事業を開始。ジャーナリストとして国内外でインタビュー、取材を刊行し、累計13冊以上の専門雑誌に記事を掲載。36歳、格闘技団体、元世界チャンピオンの格闘家などを応援するために、複数の団体や個人のスポンサーを担う。タイの孤児院、西日本豪雨被災者のための寄付など、チャリティーにも注力。手掛けた商品の売り上げが10億円を突破。37歳、セミナー事業で年間400回の登壇を果たす。38歳、障害者向けの福祉介護関連事業に参入。いかなる障害も障壁も乗り越えられると証明を続けている。独身。